よし今日の境内の掃除は終了それに残りの雑用はもう終わってるから私の仕事はここら辺で終わりですねあれこんな時間なのに参拝者が <laughs> 礼儀正しいそれに学生さんかなまあ 受験シーズンは終わったはずなんですけどねこんばんは今日はどうしてうちの神社にああ合格発表の日までが不安でお参りをなるほどあまり無責任なことは言えませんけどきっと大丈夫です なんだかそんな気がします <laughs> でも、いくら暖かくなったとはいえ、まだ少し冷えますよ合格しても、風邪をひいてはせっかくいいことがあっても気分が下がってしまいます今度からは、もう少し早い時間に来ることをお勧めしますたまにここで私の知り合いが甘酒を売りに来るんです その時にはぜひどうぞ。あ、こんにちは。また来てくださったんですね。今度は前より早い時間に来てくれましたね。<laughs> サービスに甘酒をあげます。私はいつも飲んでるので、せっかくなのでどうぞ。おじさま。 この方が甘酒とっても美味しかったって言ってくださいましたよ。よかったですね。えち、違います。彼氏だなんて。私は巫女なので。えええ。私は巫女なので。神に仕えるものとして、異性交友とか、 男女関係とかは父からやめておくよう言われてましてまあ少し羨ましいとは思いますね私も普通の女の子だったらってまた来てくださいますか <laughs> では待ってますね くださったんですねありがとうございますえ私のためどどうしたんですか急に寂しくないですよいやまあ少し寂しいですけどええー、明日ですか 緊張しますねでも前も言った通り大丈夫ですよきっと学校はここって言ってましたよねうんーいらっしゃるでしょうかあ番号はありましたか 受かってましたか合格でしたかあす、すみません。落ち着きます。そ、それで、結果の方は。<laughs> おめでとうございます。<laughs> あ、よかった。いや、私は合格するって信じてましたけどね。本当によかったです。 あれそちらの女性はええー。中学時代から付き合いがある高3の先輩で、彼女。え、彼女ありえません。ありえません、そんなこと。あなたはもう。 私のものですよね。なのに他の女性とだなんて。いいえ。あなたは私のものです。少なくとも、そこの女のものではない。え何をおっしゃっているんですか男女関係異性との交際 私はそんな不純なことなんてしておりません。ひどいですよ。意地悪しないでください。もうれっきとした配偶者である私に交際だなんて。はあなたは私の配偶者ですよ。次。 変な冗談言ったら分かってますよね。はっ、意味が分からないって <laughs>。え神様であるあなたが私のためを思って私の前に現れ寂しい日々を過ごす私と一緒に暮らすことを決めて 私たちは一つになったこれ以上の説明を公の場でなんて恥ずかしいです旦那様分かったらそこのあなたは早く旦那様から手を離してください一応うちの神社は呪詛のパワースポットとしても有名なんですよ 牛のコクマイとか。わかったら、今すぐ消えてください。<laughs> やっと邪魔者が消えた。では行きましょう、旦那様。今日はここに来る前に、 知り合いにもらった大福があるんです。お茶と一緒にいただきましょう。心配事もなくなったみたいですし。これからは、二人でゆっくり、ね。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン。 チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。ツイッターもやってるのでフォローよろしくね。それではー。